なんて言ったらいいんですかね、なんかこう柔らかくなってきてるでしょ。そうですね。そうなんですよ。ぬかともみ殻は僕がだいたい家庭菜園の人にね、なんで推奨するかっていうと、この関係性っていうのは、例えばぬかっていうのは、ぬかを入れるとあれは有機物なんですけど、はい、この有機物、ね、すごく分解しやすいんですよね、はい、だから例えば木の枝とかなんとかも有機物なんですけど、はい、あの形がある分だけ分解するの時間かかるじゃないですか、はい、でもぬかって本当に入れてもう下手したら2週間とか3週間でも種まいてもいいぐらいもうすぐ分解しちゃうんですよ、うん、でぬかを入れるとそれに微生物くんたちがバッと群がってこうすぐ分解するんですね。その微生物くんたちっていうのはその土中にいる時っていうのは、はい、どこにいるかっていうと、実はこういうもみ殻のこういうところに付着するんです。あ、周りに。そういうことなんです、はい、だから例えば炭とかもそうですけど、ああいうものを入れるといいっていうのは、こういう炭の中にいっぱい穴が開いてるじゃないですか。 ああいうものの中に炭つくんですよ。だからもみ殻っていうのは微生物の家ってことなんです。簡単に言うと、で家からぬかが投入されるたびにそこから出かけていってお仕事をして戻ってくる、そんなようなイメージなんですよ、うん、なのでぬかともみ殻をずっとこうやって交互に入れていけば、あのどんどんこう良くなる。でもみ殻なんかもだいぶ入れたので、これでしばらく入れなくても大丈夫です。で次はぬかを入れていて、そしてこれをね多分3年から5年続ければそこから10年入れなくて多分大丈夫です。あ、そんなぐらいですね。そんな感じです。これぐらいな感じで入れていくと多分3年ぐらいすれば多分ほとんどその無肥料、はい、毎年もみ殻もちょっと様子を見ながら、例えば硬いとことかあればもみ殻入れれば柔らかくなるじゃないですか、はい、この辺とかもなんかちょっと踏んだ感じがすごいね。そうです、柔らかくて空気が入っていくってことですね、はい、だから管理器が多分やりやすくなると思うんですよ、はい、この間これを刺してみたんですけど、この辺ぐらいかな。そうですね、はい、そうです、これぐらいは刺さるんですよ。そういうことです、そういうことです。今までガッチガチだったんで、そうです、そうです。で空気が入って、でさらにぬかが入ることによって微生物が増えると、さらにもう少し下に伸びていきますから、30センチ以上こう入っていくようになると、だいたい土壌がこれぐらいはいわゆる好気性って言って、あの空気が好きな微生物くんたちが繁殖するとだいたいこれぐらい深くなる。なのでもう全然大丈夫なんですよ、野菜を作る分には。この管理器入ったのが15センチから20センチぐらいなんで、今こんなもんなんですけど、もうちょっと深くなってきます。これは別に管理器が30センチいかなあかんとか、はい、そんなんじゃなくてっていうことですか。そうです、そうです、もう勝手にだん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 下に行きます。だんだん行きます、はい、で土壌っていうのは例えば大げさな話、はい、掘れば分かりますけど1メーターぐらいになるとあのもうこう赤土が出てきたり、そうですね、色が変わってきますね、はい、農業の場合っていうのは正直1メーター下は関係ないっちゃ関係ないんですよ。だから上からだいたい30からまあ深くても50ぐらいですよね。ごぼうとかああいうものを作るようになるとめんどくさいんですけど、だから上30センチが深くになれば、はい、ほとんどの野菜はもうできるってことなんです、うんうん、野菜に関してはですね。逆に言うとだからぬかだけ入れてそうやって微生物ができていけば30センチはもうほっといてもふかふかになってくる。だから最初ね15センチぐらいだったものがどん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 下までその微生物くんたちが自分たちでこう仕事をして、あ、下に行ってくる。そうです。例えば野菜作ると根張るじゃないですか、はい、根の周りにそのいろんなその根粒菌みたいなやつがいっぱいつくんですよ、はい、でそういう連中もまたどんどん増えていくのでどんどん下をこう耕してくれる。そうです、そうです、簡単に言うとそういうことです。でもっと例えば堆肥とかをどっこんどっこん入れていくと、はい、それが1メートルぐらいまでいくんです。ああ、そういう風に自慢してる、まあ、農家さんとかもいる。下手したら2メートルぐらい入るところもありますよね。ああ、見に行きましたけど、まあそれもでも20年とかかかりますけどね。いい感じだと思います。だいぶこうなんか雰囲気が変わってきましたよね。年々こうやってちゃんと管理されていくと、はい、草がだんだん生えなくなってくるんですよ。だからうまくすると、はい、防草シートはもう張らなくても良くなるかもしれません、はい、で、あの、またちょっとできて、ちょっとこう、草を鎌で刈ったりとか、はい、もみ殻を足してあげれば、だんだん減っていって、種っていうのをだいたい7年生やさないようにすると、はい、もう生えなくなります。逆に言うと、一回ボーンと生やして、種を落としちゃうと7年間は苦労する。だから今は3月の時点で、これだけこう、ある程度管理されていると、今年の夏、4、5、6、7と、はい、この辺が楽になるわけですよね。はい、これ、じゃがいも、まあ、一周ずつぐらいずらしておいていったんですけど、はいはいはい。まだ芽が出てくるのはまだ、もうちょっと先です。先ですよね。まあ、4月入ってからぐらいだと思ってて、もう勝手にこう芽が上がってきますので。この、マルチって基本 U 字ピンとかで押さえるとやっぱちぎれる
もんですか。抑えられるものです、基本的には。ただ、あ、はい、あのもう少し密に張らないとってことですよね。あ、はい、だから腕が立っている分だけ風の当たりが強いので、はい、その分だけもう少し密でもいいですね。もう少し密に張ると確実に抑えられます。だからちょっと30センチごとぐらいで、50、そうですね、30センチ、そうですね。だからあの風って均等に当たらないわけです。なのでこれバタついてるところを基本抑えるんですよ。だからそういうところは30センチいいかもしれない。基本50センチとかでもいけますか。いけます。僕らだったらまあ1メーターぐらいなんですけど、でもそれってもう機械で貼って大体こう平均ですけど、やっぱりこう手でやるとどうしてもボコボコになりますから、はい、そうするとこうやって見ればわかりますけど、バタついてるところがね、どうしても毎日畑に来れるんだったらあれですけど、そうですね、はい、そういう意味ではそうですね、こう見てて、うん、これは多分いけそうだと思うんですけどね。最初がもうあのビリビリって全部めくれて来たらなくなってたんで、だからもう、そうですね、この防草シート上にカブして、あ、そうですね、あ、このやり方は賢いと思います。土の代わりですね、です土がここも畝使ってなかったんで、もうここ下もみ殻引いてるんですよ。なるほどなるほど。もうあのだからもうこれしかないなと思って。そうですね、こうやってねそれぞれそのいろんな工夫を自分でされていくと多分見えてくるようになります。だから防草シートってやっぱりすごくこう何ですか、使い勝手がいいというか、はい、これを活かせれば草を抑えられるんですよ。あ、使い回していくことになるんですけど、ちょっとこれ見てもらうのに怖かったですけど、なんやこれって言われそうやな。全然大丈夫です。要は抑えればいいんです草、はい、よく工夫されましたねと思いますよ、はい、これで抑えていれば多分ねマルチも飛びにくいと思いますね、はい、はい、まあ、あのまだこれからその春一番が吹くじゃないですか。そうですね、あれがねまた結構強いので、気になるんだったらできるだけペグを多めに、あ、打っていった方がいいですね。そういうことです。ペグはやっぱり多少の本数はかかりますけど、はい、ね、別にあれは腐るものじゃないので、はい、一生ものですから、だからペグは思った以上に買ってこう気になるところにバンバン打っといた方が今度来た時に飛んでないね、はい、これ15センチと、まあ、20センチと30センチ45センチとかあるじゃないですか、はいはいはい、で、まあ、うちなんか15センチのやつ多いんです。もともと土が硬かったんで、はいはいはい、でだんだん柔らかくなってきたりして刺さらないんですよ。だから本当だったらあの僕らみたいにある程度出来上がったところだと30とか45使うんですけど、はい、45はいらないと思います。でもやっぱり30とか25ぐらいはやっぱあった方がいいですね。あった方がいいですね。で多分5年ぐらいして土ができてきたら多分30にした方が多分飛んでちゃうんです。そうですね、はい、だから逆に言うと土ができてくると資材も変わってくるんですよ。その辺は結構全然ね、スポンスポン抜けるんで、ありがたいんですけど。もみ殻が入ってて柔らかくなって、野菜はできるようになるんですけど、そこら辺がちょいと難しいところですね。はい。実はね、僕が2、3日前にあげた、あの、春人参のやつを、動画上げたと思うんですけど、はいはいはい、あの、マルチが飛ばないように、はい、レンガの薄っぺらいやつがあるですよ。はい。普通のレンガって厚みがあって90円なんですけど、はい、それの半分ぐらいの厚みのやつで1個60円ぐらい、あれを例えば端のところに1個ポンとかね、特に、人参なんかだと穴がいっぱい開いてるじゃないですか、はい、そうすると風が入ったらその中にこう入ってくるね。僕が使ってるのは幅が広いプロ用のやつなので、はい、真ん中が浮かないようにさえしとけば、だからもしこれがやらないと130センチ、1メーター以上あるので、真ん中に入っていくと穴がいっぱい開いてるんです、そこをこうやって持ち上げていっちゃって、ここがせっかく押さえてるのが少しずつこうやって上がってきてスポーンっていっちゃうんですよ。なので、一箇所とりあえずそうやって、だから全部やる必要なくて、まあ3メーターに1個ぐらいずつ置いてあるんですよね、僕の場合は。はいはい、なので、まあ、とりあえず10個とか買っといて、気になるところに端っこだけでも押さえて帰るとかしとくと、両端が押さえてあれば真ん中バタバタしても残るかもしれないじゃないですか。はい、だからそういう風なものもペグ以外に使うとしたらですね。ってことは穴開けてやっていくって考えると、例えば大根とか白菜とか、はい、あれも同じような感じで、そうです、そうです、そうです、ちょっとずつ押さえていくのがいいですね。そういうことです、うん、風が強い時にはそれでこうパッ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 とね、あれ浅いので扱いやすいというか、はい、それが1個乗ってるだけで全然違うので、でそのぐらいの長さだったら、そういうことか、端っこと真ん中と端っこと3つとかでも全然違うわけです、はい、いけるんですね、はい、野菜を作るときには苗を植えてもマルチがバタついて絡んじゃって苗スッと出ちゃうので、なマルチは1回張ったらとにかく飛ばないようにするしかないんですよね。後から晴れないですよ、ね。そうなんですよ。そういう意味では、植えたり、種をまいたりしたら、絶対に飛ばされてはならないんですよね。だその辺が、機械でできるんだっていいですけど、手作業の場合はどうしても土がボコボコしてたり、
完全には守れないので、マルチをいかに飛ばされないかっていうのは難しいんですよ。それをペグと今言ったブロックみたいなので、はい、だからちょっとお金かかりますけど、気になった時に風が強くなってポンポンポンと自分 で感覚が分かると思いますので、はい、買っといて使いながら、この防走シートもこうやって自分で工夫していくわけじゃないですか。そうですね。そういう風にしてやっていくと、はい、多分ね、いろんなことができるようになります。だからそう思うと最初の3年ぐらいなんですよ、必要な道具なんていうのは、はい、であとはまあこうやって土ができてしまえば道具も買う必要もないし、もう楽ですよねって、そういう話ですね。これやっぱり、ね、ちなみにこっちやるときにずっと思ってたのが、その畝を自分でスコープでやってたんですけど、はい、管理機の畝立てがね、はい、なかなかうまくできないなと思ってて、はい、これだとちょっと高すぎます。こんなに上げなくてもいいです。これよりもう一つ低いぐらいがちょうどやりやすいです。これだと上が乾いてしまう。なぜ畝を上げるかっていうのは、一つは水はけが悪から野菜の根っこのところにもう水が溜まるのよくないってことで上げるわけです、少しね、はい、でも上げすぎると時期によってはこうやって乾いてきてしまう、ね、だからその辺がまあ場所によってね、水はけがどうとかっていろいろあるわけですけど、ここだったらこんなにまで上げなくて大丈夫です。もうそこの普通に直にちょっと巻くぐらいでも、もうあの小松菜とか葉物とかあるじゃないですか、はいはい、ああいうのはもう別に畝上げなくても多分大丈夫です、うん、上げすぎてしまうと逆にこう裂けすぎて、そうですね、はい、だから枯れになっちゃうってことですね、うん、どの辺がいいのかっていうのはね、その土地とか畑でだいぶちょっと違いますけど、スコップかなんか持ってきて、ここの今盛り上がったのを、はい、こっちの中に少し、多分ね、少し土が少ないです。あ、こっち少ないですね。はい、この中ですよね、はい。どうしてもやっぱりこう、僕みたいにあえてあの、機械でドソンと行って、ね、はい、だからなかなかできないので、こう、時間がある時によりで、ここ削りながらこう、持っていって、はい、土を少し足し上げた方が多分 この辺ぐらいまで、この7割8割ぐらいまで入れちゃっていいんですよ。そうすると中がこう何ですか、あった方がこうやって押してそれでまっすぐになる。そうじゃないとこうやってああいう風に倒れてくるじゃないですか。そうですね、そうです、はい、なのでスコップでこう少し入れて、だいたいこれぐらいまであって、でも1年すればまたちょっと下がってきますから、土っていうのは、はい、はい、だからちょっとずつこうやって足してあげたり、あるいはその、ここにもみ殻とぬかもどんどん入れてあげても全然構わないですね。ああ、はい、もっともっと入れていいってことですね。はい、いいですね。で、多分もう少しぬかを入れてあげた方がいいと思うんですね。あ、ぬかもっと入れていいんですね。ぬかもっと入れていい。これでどれぐらい入れました？3袋。3袋。はい、もっと入れていいです。で、真夏は基本的にあんまり入れない方がいいですね。虫とか湧いちゃうので。だからできるだけこの冬場、12月からまあ今ぐらいまで、3月終わりぐらいまで。はい。4月の頭でもいいですけど。そうすれば、今度は秋冬とか8月とか9月にまたこう作付けあるじゃないですか、はい。その時に何もしなくていいってことです。だから1年に1回でいいんですよ。1年に1回、この暖かくなる前、2月とかに、はい、10体ぐらいドーンと入れて、今年10体だったら来年は8でいいわけです。で、少しずつ減らしていって。この面積、10袋目でいいですね。いいんです。はい。ってことは、こっちもやろうと思ったら20袋で。まあ、こっちも10、こっちも10。ぐらいでちょうどいいってことですね。そうですね。で、来年の。全然足りてないですね、ほんなら。足りてないです。なんでかっていうと、もっとだから早くなるってことです。別に少なく入れてもいいですけど、そしたら来年また同じ量入れなきゃいけないでしょ。だから、そういう意味では僕がいつも言うように、5年後ぐらい楽になると思えば、初期1年目はズドーンってなるんですよ。はい。ただ、例えば、入れすぎも良くない。これが例えば30体とかになると、もう層になっちゃうので、分解しきれないです、1年では。そういうことです。なので、今度この夏の野菜の時に、多分白カビが出たりします。だからその意味で、30は多いけど、多分10なら大丈夫。全然。管理機でガッと深く入れてやれば、多分ある程度もう1年目からだいぶ変わってきてる。この、だいぶ変わってきてるでしょ？そうですね。掘ってっても。はい。今まであんまりこの、こうグッて握って、はい。はい。これがならなかったんですよね、暖流化の。でもこれでも僕らがプロとして作ってる畑かって言われると、まだ。だからもっと入れていいよって。その辺のね、感覚とか加減っていうのが、はい、なかなか難しいんですよ。そう。だいたいここで30、坪ぐらいなんですよ。3坪に10体ぐらいでますね。そういうことですね。なりますね。もみ殻は多分ね、10袋ぐらい入って、はい、だいぶいい感じ。もみ殻のおかげで
表層に空気が入ってきてるので、はい、だ上がだいぶなんか凍って、歩いてもなんかこうちょっと柔らかさを感じるじゃないですか。そうですね、はい、そこがね、空気、このもみ殻入ったおかげです。あとはこれにその今言ったように餌をあげる、はい、餌がぬかなんですよ。ああ、だから餌切れしてる状態ですね。そうです、そうです。もっと入れてあげればもっとこうガーッと食いますんで、こいつらはっていう、そういうことですね。野菜ができる土を作っていくっていうことになると、はい、こっからだったら今何が足りないよとかね、こうやって踏んだり触ったりして判断していくことができるわけですね、うん、で何が足りないっていう、それ最終的にどうなったら、イメージ的には最終的に色自体はあんま変わらないと思います、はい、ただその全体的に保肥力っていうとあるけど、こう弾力性があって、まあいわゆる弾力化構造とか言われるんですけど、はい、の保肥力の分もあるっていう土は、そういう柔らかく弾力化したような土になるんですよ、はい、なので耕すと常にある程度湿り気がある、はい、で雨がどっと降っても翌日にはだいたい乾く、一定の湿り気は保つっていうことなんです。うん、なのであんまり水やりもやる必要がないんですよ、うん、見た目上はそんなに大きく変わるっていうわけじゃなくて、変わらないです。こう、なんていうんですか、ちょっと掘った時とかに。そうです、そうです、そうです。見た目は変わらないです。匂いとかそういう感じで分かってくるか。特に管理系耕してると、多分全然違うと思います。もう5年になったら、もうスコンスコンいけるようになります。全然こう、なんていうか、ガッとこうなんかね、はいはい、あれが感じなくなります。横にこう、均一に。こう飛んでるじゃないですか。飛んだやつが、今度はその、なんですかね、サラサラじゃなくて、飛んだものがそこで、崩れなくなるんですよ。あ、つまりそれだけいわゆるこう形をグッと握ればその保つ力はあるってことです。それから砂だと落ちてくるじゃないですか。そうですね、それもなくなるっていう。だからすごく扱いやすく、なんか自分でなんか城を作ろうと思ったらもう城もできるよとかね。だからそういう土が最終的には一番いい土、湿り気もあるしサラサラもしてるしと、で軽いっていう。でも軽いけどナスとかああいうあの肥料分の、はい、たくさんいる野菜はボコボコできるってことですね。だからそこのところ行くと、今の現代農業とか普通の農薬使ってる人たちっていうのは土はスポンジなんですよ。何にもないのでそこに化成肥料と農薬等を入れて無理くり作るわけです。土でやってる水耕栽培と変わらないってことですね。そういうことです。土はもうスポンジだと思って、そこに直接何もないところに、だから農薬撒いちゃうとスポンジになっちゃいますから微生物全滅しますので、殺しといてから何もできないので化成肥料を入れて作るという。なるほど、ね、だからそういうなんかこうアクセルとブレーキを同時にやってるようなことをやるわけですね。ただその方がコントロールはしやすいわけですよ。だけども実際にはまあ大体9割はできるんですけど、何かあった時には化成肥料が入れなくなったら終わりですから。だからそういう意味では毎年入れなきゃいけないわけでしょ。だからそういう意味では僕が言ってるようなその8年とか10年すると何にもしなくてもいいよっていうことにはならないってことです。こう毎年の積み重ねが土の資産がないってことですよね。だから蓄積なんですよね。本当に早ければ5年、まあ遅くとも8年ぐらいにはここにはもう一切何にも入れなくていいと、うん、で草の管理もほぼ楽だと、でうまくすればこの通路に防草シートも剥がせるかもしれないです、うん、そうなったらもう本当に楽ですよ。来てもういきなりこう苗を植えられるっていう風になると、はい、本当に作業が1時間ぐらいで終わりという形になります。そうしたらあの意味があるわけですよね、はい、できるだけもう管理機も入れる回数を減らしていきたいなと思ってですよね。多分ね年に1回でいいと思います。あのそのうち本当にそれができてしまえば、この夏の作付け前とか冬に1回と、まあ年2回ぐらいで多分いけると思いますけどもね。まあ、ぬか入れて1年経てば、はい、今僕が言ったように10体入れれば多分1年後今年の冬ですよね、はい、冬はもうあと10センチ以上ふかふかになってると思います。ああそんなもんですね。そうそうそう、あやっぱ暖かい時の方が発酵しやすいかってことですね。そうですね、これだとやっぱりちょっとね、あの何か植え付けるには僕だったらそうですね、やっぱりぬかとか入れてちょっとトラクターとかでやっぱりちょっと深くうなってやらないと、うん、まあ、キャベツとかブロッコリーちょっとできにくいかなっていう、そういう感じですもんね。なんかまあ、作っていったら、うん、その根っことかをそのまま返してあげれば、それも有機物になりますので、今が一番大事なんですよね。こう、今年1年目じゃないですか。はい。もしかしたら、今年の冬様子見て、あ、多分大丈夫ですよっていうなるかもしれないです。逆に言うとそういうのが楽じゃないですか。でも入れると基本は雑草も生えにくくはなってくるんですか？なってきます、なってきます。そういうもんなんです。いい畑というのは、草の生え方がグラウンドを覆うように薄く生えるんです、はいはい、で背の高いものはもう一切生えてこなくなります。なので管理も楽なんです。で、まあ、あの
たまにこう根っこ張るやつもありますけど、足でこうやってガーってやるだけでどん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 楽になって、しかも草が生えなくなるというのが目指すところなんですね。